F1 は今週末に第16戦のイタリアグランプリが開催されるが、これに向けてビザキャッシュアップ、RB、イカ RB、の角田勇気が意気込み等を語った。先週のオランダ GP では、ポイント圏内が十分に望める11番手からスタートしたものの、ブカーブ01のペース不足や2ストップ戦略が走行しなかったことで、角田は失意の17位に終わっており、 ダブルヘッダーの2戦目となるモンツァでのレースで巻き返しを誓っている。イタリア席チームである RB にとっては、イモラ、エミリア・ロマーニャ GP に続いてのホームレースということで、同じくイタリア在住の角田も一層の思い入れを抱いており、チームの公式サイト等を通して、モンツァはいつも特別な週末です。チームにとっても一つのホームレースであり、ファンからの多くのサポートが期待できるだけでなく、 カレンダー上で最後の本当の高速サーキットであり、本当にユニークだからですと語り、以下のように続けた。ダウンフォースがとても少ない状態で走るのは、いつもエキサイティングです。コース全体が完全に再補装されているので、どのチームにとってもどうなるか予想できない状況ですが、これまでよりもグリップが良くなり、それがタイヤのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 適切なセットアップを見つけるのは難しく、セッションごとにコースの状態がとても早く変化するでしょう。彼は現在の部カーブ01について、スポーツ専門サイト、スポーツキーダに対して、主な問題はスタートで、これを本当に改善しなければいけません。スタートを切った瞬間に少しスピードが落ちたように感じます。それが自分の問題なのか、技術的な問題なのかはわかりませんが、 これまでのレースでも同様で、いつもはポジションを維持できたものの、オランダでは追い抜きを許してしまいました。夏の中断期間中に改善を試みましたが、今のところうまくいっていません。なので、これが一番集中すべき問題ですと明かしている。RB としては、現在のポジション、コンストラクターランキングで6位を守り、 さらに上を目指す上で早急に解決しなければならない課題を抱えたまま屈指のハイスピードレースに臨むことになるがレーシングディレクターのアラン・パーメインは角田も言及した再舗装について従来はタイヤの摩耗や劣化が少ないレースだったが新しい路面はこれを変えるかもしれないとの見解を示した。